新進です。今日はですね、焚き火台をゲットいたしました。じゃじゃーん、おーコールマンファイヤーディスクソロ、大きめの薪もそのまま乗せられる簡単設営撤収の、焚き火台ソロサイズになってます。で、サイズの概要欄はこちら、サイズ約30センチが直径ですね。で、重量が約 900g、 耐荷重は 25kg、 材質はステンレスで、付属品として、焼き網と収納ケース、メイドインチャイナとなっております。で、早速開封していきたいと思います。じゃじゃーん、コールマン。中身は空っぽですね。はい。いやー、ええじゃないですか。てか思ったより軽いですよ、全然。900g、1キロないぐらいですもんね。これいいじゃないですか。僕の手がこれぐらいなので。こんな感じ。袋もいいですよ、作りも。なんかね、スネアケースみたいな感じですね、ドラムの。可愛いじゃないですか、これ。早速開けていきたいと思います。おぉー、チェデーン。あ、中にこのような段ボールが入っておりました、ね、あ、いいですね、ちゃんと。これあれですかね、雨とか結構大丈夫なパターンのものですね、おそらく。このチャックはね、ちょっと雨浸透するかと思うんですけども、そういうシームレス加工みたいなことはしてないんですけど、なんかね、なかなかいいんじゃないですか、これ。でもって、コールマンの30センチのソロ、ファイヤーディスクソロ。早速、オープン。で、これが焼き網ですね。これが焼き網じゃないですか。専用の俺が映ってますね。それぐらいの、杯みたいな感じですね。もう何が何だか、あのトラックの、10トンと言いますか、あのタンクローリーの後ろぐらい丸見えな状態ですけれど、これが網です。もうしっかりしてますね、この網。100均で買うような網の雰囲気ではないですね、この力強い張り具合。いいじゃないですか。なんかね、レビューと言いますか、こう見てると、なんかこう焼き網を乗せた場合の、そのここの深さがね、ちょっと浅いので、焚き火で、あ、木で、やったりとかするのはちょっとみたいなことは書いてあったりとかしてましたけど、それでなくても、まあ、炭火でやってもいいでしょうし、あとは何ですかね、まあなんか何でもかんでもできそうな気がしますね、これだと。はい、あとこちら、デン・コールマン。コールマン書いてますね。お、立体感があまりにもわからなすぎて、あまりにも近すぎて立体感がわからないですね。こんだけね、綺麗に鏡面反射してるんですけども、使っていくとね、どんどんといい味が出てくると思うんですけれども。で、このステンレスで、こちらですね、後ろは、3つの足を閉じて、あ、閉じなくてもそのままもう、あ、でも閉じた方がいいですね。閉じつつ持ち上げる。で、閉じながら持ち上げる。で、3秒で設営完了。あとは、結構こんな風になってるんですね。あとはこれをポンと乗せるだけ。横から見てないのでちょっとあれですけど、横から見るとこんな感じですね。はい。どうですかね、この感じ。全然しっかりしてますよ。全然がっしりしてますよ。いいですね。いいじゃないですか。めちゃめちゃ可愛いじゃないですか、この大きさ。ちょっと大きな、ね、お相撲さんがこうね、お酒を飲むような感じの杯にも似ている、このピカピカした感じ、いいですね。で、それにこの部屋に乗せて、ガンガンこれで
お肉を焼いていくぞみたいな感じのこともできるかと思いますし、アルミホイルをねなんか上に乗せたりとかしてやっていくといいかなと思いますね。で、これの、まあ、弱点じゃないですか、まあ、弱点といいますか、ちょっとね風防がないといいますか、何もないところに薪をガン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 とか置くので風に弱いっていうようなところがあるみたいなんですけども、風に弱い、あとはなんかまあ灰が飛ぶとか、ただ燃焼効率は良くて、ね、下の方に灰がきれいに溜まっていくっていう、集まっていくので掃除がしやすい、あとは本当に設営が簡単で、設営が終わった後でも、この持って帰るのも一瞬で持って帰れるっていうところがいいですね。僕ねピコグリルとねいろいろと、まあ、見て悩んでたんですけども、かさばるじゃないですか、これだけの、これだけかさばるんですけど、僕は原付で、移動するんですけど、まあ車でも移動したりとかしますけど、別にねこれぐらいのもんだったらね、もうあのリュックにねドカーンって突っ込んで持ち運んだとしても重たいなとか、なんかかさばるなっていうような風には思わない人なので、どちらかというとあのピコグリルとかはね A4 サイズぐらいの本当に薄っぺらい感じで、折りたたんで、あ、まあ、これぐらいですかね、これぐらいになったりとかするような、ピコグリルもいいかと思ったんですけども、なんかねこうなんかこう取り付けて金具置いてなんか置いてみたいな、その後のね使いやすさとか幅広い使い方っていうのはピコグリルいいかとは思うんですけども、どちらかというと僕は焚き火だったら焚き火メインでやりたいので、もうそれだったら、僕はドカッと置いてもうその上でいきなり薪を入れて、着火するっていう、あとはもう上の方でガンガン燃えてくれっていうような使い方をしたかったので、これにしました。あとは掃除もねもうザ終わり、ふき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 終わりっていう風な使い方の方が、何かとねやっぱりねめんどくささがねあの億劫になってしまうとね、もう本当にこれね、いやーめんどくさいな、洗うのめんどくさいなとか、もうこんな網の中のところの掃除とかもめんどくさいなみたいなのが嫌なので、それをねこう焚き火の時間として、まあ、使うにあたってもう一瞬でできるぐらいが、何だったら2秒ぐらいでできるんじゃねえのっていうようなものが良かったので、こちらにしました。それが僕の、あれですかね、これを選んだ理由ですかね。はい、こんな感じの作りはねやっぱりねしっかりしてますね。はい、というわけで、まあ、開封の、動画になります、コールマンのファイアディスクソロの、開封動画でした、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録、良い評価をよろしくお願いします。いいですね、やっぱりまた使ってみた、時の動画も、またね今後撮っていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみくださいませ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。おー丸見えじゃな、はい、一番ですね。ありがとうございました。可愛いですねこれ。リュックにそのままズボッて入れて終わりですね。